あれこれ洞窟じゃない？洞窟じゃない？今石炭欲しいからちょっと中入ってみようか。あったあったあった、石炭あった、石炭あった。よし、じゃあこれを掘って、これでね、うちの燃料不足は解決だわっていうことで、これ全部掘ってこうか。ん？待って、なんか文字が出てきたんだけど。どうもどうも、あまぐりです。というわけで今回はね、30秒でアイテムが全て消失してしまう世界でダイヤモンドを手に入れようっていう企画をやっていきたいと思います。結構ね、最近30秒シリーズ流行ってますよね、海外とかで。でなんか海外でも多分私が調べた限りはアイテムを全ロスするみたいなのはなかったと思うので、私はね今回これ自作したんで、このデータパックを使ってやっていこうかなと思います。もしねこの動画が高評価だったりね、続きも見たいっていう方が多かったら、データパックを配布したりすることもあるかもしれないので、今のうちにぜひぜひね高評価。ちょっとやばい、危ねえ。なんで棒落ちてんだこれ、なんだろうこれ。あ、枝から落ちてくるようになったのか、いつだかのアップデートで。オッケーオッケー、じゃあこれでとりあえず、まあ、ツルハシ作っちゃって、でそのツルハシで石のピッケルをまず作ろう。違う、ちょっと待って、その前にチェストだ、チェスト先作った方がいいわ。これで落としたら困るアイテムはここに入れとくみたいな。でもうちょっとで30秒タイマー来るから、その間待機してみましょう。オッケー、よしよしよし。なんなんだよこの時間マジで、ね、テンポ悪くなるだけの気がするけどね。これでね今回こういう縛りだから仕方ない、木のツルハシゲットということで、石を掘りに行こっか。できる限り手ぶらで移動するようにした方がね、ダメージが少ないんじゃないかなということで、基本的には手ぶらで移動していきたいと思います。そしてアイテムを手に入れたらまたすぐさっきの巣に戻る。巣に戻んないと、30秒以内に戻らないとアイテムが消えてしまうから。オッケーオッケーオッケー、よしよしよし、セーフ。3、2、1。オッケーオッケー。なんかさ、これ私あれ思い出すんだけど、シャトルランを思い出すんだけど。なんか行ったり来たりしないといけないの、めちゃめちゃシャトルラン思い出すわ。まあね、学生時代に戻った気持ちでやっていこうかなということで、もう一周していこうか。いや、これ間に合うかな、間に合うかな。まあ、間に合わなかったらその場でね、アイテムを捨てるっていう選択肢もあるんで、そういうのもね駆使してやっていきたいと思います。3秒だから、3秒で捨てれる範囲のアイテムしか拾わないようにしとこう。あんまりアイテムが多くなっちゃうと。オッケー。あれ？あれ？なんか拾えなくなって、あーびっくりしたびっくりした。単純にラグだったみたいだね。よしよしよし。なんかさっきあっちに羊いたよな。いた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 、羊いた。ベッドも欲しいな、ベッド。これ30秒以内に羊に到達できるかな。待てよ待てよ、届くか届くか。あー届いた、オッケーオッケー。ただちょっと待って、そろそろ危ない気がするな。3、2、1。ちょっと、よーもう危ない危ない。あー危ねえ。オッケーオッケー、よしよし。結構ね、羊ベッド用の羊毛も手に入ったし、生肉も手に入ったんで、これで食料問題とね、あと寝床、衣食住の住と食が一気に解決されたんじゃないかなということで、そろそろ30秒来そうだから一回預けておいて、鶏肉焼けてるから一個食っちゃおうか。あ、待って待って、食い切るから。食い切れた。オッケーオッケー、これで夜を明かせるようになったんで、ここで今寝ちゃいましょうか。ちょうど夜になったしね、いいタイミングということで、おやすみなさい。おはようございます。ちょっと寝起きはね、テンション低いタイプなんで、私低めのテンションでやっていくんですけど、燃料が欲しいよね。そういえばさっき茶番の時に使った、茶番の時に使った石炭採掘場が、待て待て、危ねえ。これさ、実況しながらだとマジで忘れちゃうんだけど、危ない危ない。ここだったっけ、あったあった、石炭で手に入ったんで、さっきの茶番みたいなことにはならないように。お、鉄もある。オッケーオッケー、ちょっと待って、これ絶対ロストしたくない、絶対ロストしたくないから、大丈夫か大丈夫か。321ってのが出たらすぐ捨てないとね。オッケーオッケー、鉄手に入ったのでかいぞ。これでもういつでもダイヤ見つけさえすれば手に入るよっていう状態になったんで、これはでかい。順調、めちゃくちゃ順調。今んとこ一回もドロップしてないしね、ロストもしてないし。そろそろ怖いな、そろそろ怖いな、待って。あ、ちょっと、羊肉なくなった。じゃあこれで松明作って、オッケー、もう洞窟にこもる準備はできたんで、この状態でね洞窟にこもっていきたいと思います。で左手はね使わないです、左手は添えるだけみたいな感じで、左手使ってるとドロップするのに時間かかっちゃうんで、左手はあえて使わない方針でやっていこうかと思います。でさ、動物っていうかゾンビとかがいて拾われんの一番戦うか、やっか、こっちとらマイクラ歴5年だぞ、ほら。よしよしよし、まあ、クリーパー先輩マイクラ歴10年以上なんだけどね。もう慣れたもんですよ、アイテム整理もね。この調子でダイヤがね早々に見つかってくれるといいんだけど。あ、どんどんなんか下に繋がってる、マグマあるじゃん、マグマ。え、これ幸先良すぎるんじゃな。
ゾンビ来てるね、来てるね。ちょっと待って。だけどもうちょっとで30秒タイマー来るんだよ多分。ほらほらね。だから一旦ちょっと引いて、ここでアイテム持ち替えてゾンビと戦うみたいな、そういうね。あ、ちょっとスケルトンもいるのは聞いてないな。ブロック持ってたらブロックで壁作りながら戦えるんだけど、ブロック持ってないからきついんだよスケルトンは。ちょっとマジでマジできつい、スケルトンはマジできつい。どうしよう、ブロックとりあえず補充しよう。危ねえ。オッケーオッケーオッケー。でそろそろ30秒タイマー来るから、これ足元に投げちゃったら投げた後にすぐ拾っちゃうから意味ないんですよ。こういう感じでオッケー。いやー、神判断力だなこれは。ただ体力がやばいぞ。待って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 、持ち物持ってくの忘れてた。あちょっと待って、食べ物持ってくんの忘れてた。普通に企画と関係ないところでドロップしちゃったんだけど。そうだ、食べ物って必要なんだよね、サバイバル。いや結構サバイバル実況をしてくださいっていうリクエストとかもあったんだけど、私がね今までやってなかった理由として、普通にサバイバル飽きちゃってたんですよね、ずっとマイクラやってるから。で飽きてたんだけど、こういう感じで新しい要素が追加されるとね、なんかまた新鮮な気持ちでマイクラができるから、データパック実況もね今後ありかもしれないですね。あれ？あれ？あれ？鉄ピッケルなくなってんだけど。なんかぼーっとしてる間になくなった？いや、これがあるから怖いよね。油断した時に気づいたらなくなってるみたいなさ、動画的にも一番地味なパターンのやつが起こるから怖いよね、この実況は。やばいやばい、あ！あー、間に合ったー疑惑の判定。明日、水になってるな。でもこれ私ブロック持ち歩けないから上がってくるの難しいんだよね多分。あ、さっきのとこに繋がってんのかこれ。あ、さっきのとこに繋がって、私の仇、私の仇、こんにゃろう。あ、戦い合ってくれてるから、これはちょっとあえて行かない方がいいかもしれない。鉄が欲しいんだよ鉄。こっちさっき行き止まりだったもんね、私が死んだところ。あ、私のドロップアイテムあるんじゃない。あった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 。マグマに落ちちゃったかと思ったけど普通に置いてあったわ。よかった。じゃあこれで鉄ピッケル問題は解消されたから、一回帰ってサスク戦を立て直そっか。よし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 。ただもうそろそろ30秒タイマーが来るから、待って待って待って、危ねえ。あー、ピッケルだけは守りきったけどそれ以外は、でもさっきのパターンでピッケルもしかしたら落ちてないかな。ただあそこには結構モンスターが、あ、ピッケル落ちてたー。そして待って待って待って、タイミング悪いタイミング悪い、危ねえ。いや待って、モンスター多すぎだろ。一回寝よう一回寝よう、一回寝かせてくれ、一回一回寝かせて、一回モンスター多すぎ、まあ、あ、おやすみなさい。おはようございます。というわけでやっていきましょう。木のつるはしを使って石をね3つ掘り当ててから、そっからのどっかで爆発してるな、やだな。石を3つ掘り当ててから、そっからの石ピッケルを作って、鉄ピッケルを、鉄を探して鉄ピッケルを作ってっていう、もうこれ動画始まって5分ぐらいの時にやってたこととまた同じことをやんないといけないっていうね。完全に振り出しに戻っちゃったわ。オッケー。というわけでまたまた最低限のセットが整ったんでね、もう一回こもっていきたいと思います。危ない危ない。マジでもうドロップしたくないんだよ。ラグのせいで失ったんだけど、ちょっと待ってクリアできる気がしません。オッケー、何度目の正直かわかんないけど、最低限の装備が整ったんで、もう一回ね、洞窟にこもっていきたいと思います。マジでさ、この洞窟の近くにダイヤがあることを信じてないとやってらんないんだけど、この洞窟、待って、この洞窟の地下に全くダイヤがないなんてことになったら私もう泣いちゃうよ。危ねえ。もう直下掘りしてもいいかな、これ。どうせドロップするんだったら直下掘りしてもいいかもしれない。掘っていく？地面に。それやっちゃうとね、動画的に見栄えしないかなとか思ってたんだけど、もうそんなこと考えてる余裕ないわ。もう私早くクリアしたいもん。動画時間で言ったらまだね、そんなに長い時間やってないと思うけど、収録時間で言ったらもう30分以上やってるんですよ。うちはね、ゲームは1日1時間までなんで、あと30分したら強制的にやめなきゃいけないんで、お母さんに怒られちゃうんでね。あと30分以内には絶対ダイヤ見つけたい。やばい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 、あぶねあぶ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 、もう心臓に悪いって本当に。今めっちゃ危なかったな。なんかブランチマイニングとかってやるとさ、
無心になっちゃうじゃん、心が無になっちゃうじゃん。そう、心が無になったところに突然ね飛んでくるこの右ストレートかわすの無理だよこんなの。あぶねー。お、金が出てきた。まあ、金別に全くいらないんだけど今回。いや、てか取んない方がいいか。取ってもロストするだけだから取んないでいこっか。金全くいらないんだけど、なんか鉱石がね結構レッドストーンとかいろいろそういうの出てきたんですよ。ってことはそろそろダイヤが来てもおかしくないんじゃないかっていう期待がね、ちょっと、おー、来た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 、ダイヤ来た、ダイヤ来た。ちょっと待って、ちょっと待って、一旦ちょっと、ここで鉄ピッケル失うのだけが私は怖いから、多分まだね10秒ぐらいあるんだけど、ここで待機します。2、1、よし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 、オッケーオッケー、よし、この状態でやったダイヤ手に入った。まあでもね、帰るまでが遠足って言葉があるから、本当はダイヤゲットした時点で終わりにしようと思ったんだけど、こっからねダイヤを持って帰るまでをミッションにしたいと思います今回。よし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 、あとは帰るだけ、あとは帰るだけ、左手は添えるだけ。やばいやばい、ちょっと待って、ダイヤだけは絶対失えない。オッケー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 ここでダイヤ失ったら本当にもう多分ねこの動画ボツになるからね。ボツになってないってことは、ダイヤは持って帰れたのか、それとも面白いオチでも見つかったか、どうだ、果たして私はダイヤをあそこのチェストに収めることができるのか。もうちょっとだけど、もうちょっとだけど、多分もうちょっとでカウントダウンも来るから一旦置いときます。そうそう、熱くなった時が一番ダメだから、冷静さを失ったらこの縛りはダメということで一旦置いて、あとはもう本当に地上に帰るだけだよ。オッケーオッケーオッケー、見えてきた見えてきた、よし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 、ゴールは目前。さくら吹雪のさらいの空へ。あ、ちょっとやばいやばいやばい。ということで、今ダイヤ失ってたら面白かったかなってちょっと思ったけどさ、思ったけど、これは私が血眼で手に入れたね、大切な大切なダイヤなんで、最後じゃあこれを使ってどうしようか。ダイヤピッケル作って終わりにしましょうか。というわけでね、ダイヤピッケルをなんとか作ることができました。たまにはね、こういう変わった縛りをやってみるのも楽しいなということで、皆さんもね、ぜひぜひやってみてはいかがでしょうか。というわけで、ご視聴ありがとうございました。またねー、バイバーイ。待って、挨拶してたらダイヤピッケルなくなっちゃったんだけど。